ギュスターフ・バンデブスタインは、ベルギーの画家である、生物画や人物画を表現主義のスタイルで描いた。ギュスターフ・バンデブスタイン、イエス・キリスト・ヘントで生まれた。父親は、実業家で、兄に詩人となる、カレル・バンデブスタインがいる。1895年から1899年まで、ヘントの王立美術学校で、ジャンデル・バンやバン・ビースブロックに学んだ。1900年頃、 父親が亡くなり、家族とオーストフランデ練習州のシントマルテンス・ラーテムに移った。シントマルテンス・ラーテムは彫刻家のジョルジュ・ミンヌを中心に芸術家村が形成されていて、ギュスターフ・バンデブ・スタインもミンヌから影響を受け、ラーテム派の初期メンバーとなった。1903年にパリを訪れ、象徴派の詩人、エミール・ベルハーレンの元に滞在した。兄の結婚後、 画家のバレリウス・デ・サーデ・レールとしばらく同居した。1905年にルーヴァンの修道院に3ヶ月修行したが美術の世界に戻った。1908年に結婚しブルッセルやティーゲムに住んだ。デ・サーデ・レールとフィレンツェも訪れた。第一次世界大戦が始まると民んの家族とイギリスへ避難した。1919年にベルギーに戻った後は ワレヘムなどに住んだ。1925年からメヘレンに住み、1939年までメヘレンの美術学校の校長を務めた。アントウェルペン王立芸術学院やブルッセルの高等工芸学校でも教授を務めた。ギュスタンフ・デシュメトやフリッツ・ファンデンベルエといった前映画家と美術家、グループ、9人会を作り活動した。 1939年に健康上の理由で校長などを辞め、イクルに移り、1947年にイクルで死去した。ありがとうございます。